お晩です。夜食の時間ですよ。夜食11時です。11時ね。夜食、今日の夜食はね、ウインナー丼です。ウインナー丼、これね、ウインナーの細かく切ったやつ、ね、玉ねぎの切ったやつ、ピーマンの切ったやつ、これズッキーニは細かく切ったやつね。ではね、炒めますね。油は入れません。でもオリーブオイルが一物煮というので少し入れますね。ブラックペッパーですね。塩ですね。味付けこれだけですね。塩梅ですね。よく炒めますね。ソーセージのね、端っこが出るので何も入れません。ご飯がツンしますよ。これ熱い。これはね、塾女が作った何だっけ、冬瓜だっけの、あのスープね。ただね、これね、ご飯ね、ご飯に。持っていきますね。これね、ではいただきますね。これ、ウインナー丼ね、ウインナーピーマン、普通はウインナーピーマン玉ねぎだけ、ズッキーニ少し余ったので入れましたね。どうですべね。これ美味しいよ、ウインナー丼。おかず何もいきませんね。肋骨もだいぶ良くなってきましたが、今日駐車場の草刈りに行った。こうやって片瀬さんで草刈り機やった。あのしんどいよくないね、考えてみれば。まだ痛くなりました。多分くっつきかけたの離れたんで。うん、これ冬瓜のスープ美味しいですね。はい、生き肉いっぱい入って、うん、これ冬瓜って美味しいねってな。俺は冬瓜料理方法わかんないんで、熟女さんこれどうやって食うんだって、スープにしてきた。うん、さすが主婦ですね。
あまり美味しくて、何も崩さめないね、ほろ。うん。いや、ちょっと美味しかった。手羽まんず。